ターで最初何百人があってそれで150人5日間で。そうですね、はい。あれは安否確認しますよって書いて、で電話と電気が通じてなかったんでメールアドレスを書いたんで、でやっぱ県外とか国外の人が親戚とか親とかが僕の地元に仙台とかにいるっていう時にいるっていう人からメールいただいて住所を教えてもらって見に行ってで確認をして伝えるっていう作業をずっとやってて、それは何だろう、無我夢中でやってたからあんまりよく覚えてないけど、だってその時それぐらいしか実際できることがなかったから。え、じゃあツイッター上に梶賀さんのアドレスをパッと貼って、はい、探したい人を言ってください、仙台市内みたいな、はい、そうです。え、一番遠くはどこまで行ったんですか、仙台市内近くだと。まあ小田原、僕は南高台にしたんですけど、はい、やっぱり泉区の山沿いの泉ヶ岳の方とかいて、まあ、泉ヶ岳までは行かないけどちょっと山沿いの方まで行ったり、そこは行きだけで南高台が1時間半チャリで、チャリですか。しかもそれ本当だったらもっと早く着くところだったけども、その暗く停電で全部真っ暗だったから、ライト頼りに行ってやったりとか。え、夜もやってたんですか。夜までで8時ぐらいまでやってて、日没までってなったけど、絶対にその日に来たその確認お願いしますっていうメールは全部終わらせようっていうのでやってたから、本当は6時までだったにしようと思ったけど結局10時半までになったりとかはあって、だけどお家に押しかけるのもなっていうのもあったけど、だけど行った先で迷惑になることもなかったし、確認した先でもその親族とか息子とか家族に安否を知らせたいっていう人がほとんどだったからこそ、よく時間とか関係なかったかなとか、はい、なんか会ったことない、あの依頼してくる人は会ったことないけど、なんか毎日夢に出てくるとか、なんかその分かんないけど、え、梶賀さんのことがイメージが、あれ、メールでもらった人が、そうですね。なんかすごいね。あとはなんだろう、うん、やっぱりなんかずっと眠れなかったけど、うん、やっぱり5日目ぐらいに行った人は5日間ずっと眠れなくて心配でずっと連絡取れなくて、だけど本当にぐっすり眠れるようになったとか、あとはやっぱり近所に知り合いができたからこそ、これからの話だとこれからが安心だって、僕はその確認代行した後はもし何か今後近く家の近く家に実家が家の近くなので何か心配なことがあったらこれからもあの地震関係なく行くのでって全員に送ってたので、それはすごい安心したっていう人が多かったから。で震災後もそれがきっかけで付き合いがあるっていうか、確認しに行ったりとかいろいろ状況を見に行ってくれませんかとかいうのも多くて、え、今もじゃあ見守りみたいなことを、たまに本当にたまに、それはおじいちゃんおばあちゃんで、おじいちゃんおばあちゃんあって、だけど知らなかったけどご近所だったみたいなのもあったことだから、それはなんか今後震災関係なく大切なことだと思ってます。